牛山高信が、秘境駅ランキング1位としている小幌駅秘境駅とは、山奥や、原野などにある、鉄道駅である。秘境駅という言葉が使われ始めた時期は、不明確であるが、1990年代には1、例として、所沢秀樹の著書、列島周遊もっと変な駅、の中で、田本駅や尾和田駅に対して、秘境駅との表現が使用されている。しかし、現在では、 牛山隆信がテレビや自身のウェブサイトを通じ、卑怯駅という言葉を世に知らしめたとされる。一般に鉄道路線と集落までの間に距離がある、登山などの目的の人が利用するのみ、昔は集落があったが消滅した駅に一切車道が通じていないなどの理由によって、人家のほとんどない地帯に存在する駅のことを指す。峠越えや海岸線の崖沿いなどでは、 鉄道を建設する際に、周辺住民の利便性よりも、鉄道敷設の容易さが優先され、立地条件に恵まれなかったために、このような形態になる駅は多い。また、仮上工場から昇格した駅などは、そもそも駅開設当初から利用価値が希薄な場合もある。日常的な利用者がほとんどおらず、駅やその路線が廃止されることが多いため、減少傾向にある。 非協益を決定する絶対的な基準は存在しない。日本の非協益を研究している牛山隆信が自身の著作やウェブサイトで非協益を格付けする際、その採点基準としているのは下記の5つの要素で、これらを総合的に判断し、非協益をランキング化して発表している。この基準も多分に主観的な要素を持つため、液周囲に人化があって、 定期利用者がいる駅であっても、平地が少なく駅の立地場所が限られる場所、古い駅舎がある、列車の停車本数が少ない、駅への取り付け道路が、境愛、かつて貨物の搬出や、列車交換等に使っていたハイプラットフォームと錆びた、レールがあるといった点で、非怯駅と認定される場合がある。特に、牛山の言う、卑駅の周囲の人家とは、 駅から見渡せる範囲の人家を指すことが多く、地図で確認すると駅からそう離れていない位置に集落があったり、よく整備された国道が駅のすぐ横を走っていたり、ということが多々ある。特に北海道や東北地方では吹き溜まりを防止するために駅構内を防雪林で覆うことが多く、そのような駅に降り立つと山林の中に立地する駅と誤解しがちである。なお、 廃駅になるとランキングから除外される。秘境駅がブームとなって以降は鉄道各社で秘境駅に関する臨時列車を運行している。大国鉄では2019年11月3日にアジア鉄道旅行計画の主催によりバンコクのフアランポーン駅からスパンブリーまで貸切列車が運行された。この路線では定期列車が走るのは 暗い時間帯の位置を往復のみである。あえて観光路線でない路線で、車窓風景を楽しむことができるよう企画され、参加者は飛行駅の雰囲気を味わった。ありがとうございます。